達と来てキャンプもできちゃいそうなところでさせてもらったんですけど、すごく天気が良くて、なんかその夏フェスのテーマにもうぴったりの天気だなっていうのが、まあ、印象ですね。あとセットというかテントをスタッフさん張ってくださったんですけど、それがもうめちゃくちゃ可愛くてすごい雰囲気が出てて、なんかその中でなんかわーって遊んでるところを撮ってもらったみたいな。でもこの場所は本当に海が近くって、それがすごくいいなと思って、やっぱ風もちょっと潮風というか、はい、なんか慣れ親しんだ千葉の風だったのでリラックスして撮影できた気がしますね。夏は私すごくアクティブになるんですよ。なんで野外ライブも行ったことありますし、本当に何でしょうね、すごく開放的で、その開放的な場で音楽を聴くとさらになんか心も開放的になるというか、そうですね、夏は行かなきゃっていう感じですね、私の中で。はい、なくてはならない、夏の中になくてはならないものですね。